はレモンチャンネルのレモンです。今日はちょっと前に納車された CLA の内外装を簡単にご紹介してみたいと思います。 CLA は以前から先代モデルのクーペシリーズを愛用していたんだけど、今回は少し気分を変えてシューティングブレークを選びました。こちらの CLA は 200D シューティングブレークというディーゼルエンジンが搭載されているモデルとなっていて、この4つのオプションが装備されている車両になります。私は今回メルセデスの認定中古車を購入しているので、オプション込みで約470万円とかなりお安く購入しています。 CLA では他にもガソリンエンジンが搭載されている180と少し排気量が大きい250フォーマジックの3種類が用意されていて、モデルごとにエンジン性能がアップしていくようなイメージになります。それぞれのモデルでは加速する時の感覚が全然異なってしまうので、ご購入する際はぜひご試乗してみてください。ボディカラーはデニムブルーというちょっと珍しい色が塗装されていて、落ち着きのあるお色ですごく上品に感じられます。これ以外にも様々なカラーがあって、中ではポーラーホワイトのみ無償カラーとして選択できるようになっています。どのお色を選択しても写真や動画では伝わらない美しさがありますので、やっぱり個人的にはショールームなどで実際に見てみることをお勧めします。フルモデルチェンジされた CLA はスタイルが本当に素晴らしくって、ずっと眺めていても飽きないくらい素敵なデザインだと感じます。この車両には AMG ラインというオプションが装備されているので、フロントバンパーはしっかりと空気が流れるように設計されているだけでなく、さらにリアも同じようにエアフローが考慮されているデザインになっていました。ただリアにあるこのツインマフラーはダミーになっているので、本物のマフラーがお好みな方は AMG モデルを選択した方がいいと思います。フロントライトでは片側18個の LED が中に埋め込まれているマルチビーム LED が搭載されて、このように天気と道路状況に合わせて明るさと照らす範囲を自動調整してくれるようになっています。ちなみにエンジンスタートするときに素敵な演出もあったりするので、お出かけする際にすごくテンションが上がると思います。 CLA といえば先代モデルからインパクトのあるテールライトが特徴で、今回もかなり斬新なデザインが採用されていました。それぞれのライトはこんなイメージに点灯して、昼夜問わず鮮明に光ります。特に夜のヘッドライトは遠くまで照らしてくれるので、非常に安心感があります。もし CLA をご利用する機会がありましたら、ぜひ夜のドライブをご堪能してみてください。シューティングブレークの側面ですが、完璧と言ってもいいくらい美しいデザインに仕上がっています。伸びやかなスタイルが本当に素晴らしくって、間違いなく長くご愛用されても飽きることのないデザインだと思います。ボディサイズは全長が4695、幅は1830、高さ1435となっていて、納車されてから毎日使っているけど、都内の狭い道でも問題なく取り回しができるサイズ感になっています。ただ、先代の CLA よりも幅が広くなっているので、お乗り換えされる方は、あらかじめ駐車場の幅を確認することをお勧めします。ホイールは C クラスと同じように18インチ AMG のホイールが装備されていて、前後のタイヤは同じサイズになっています。なのでメンテナンスの時にタイヤのローテーションができますので、お財布にも優しいところが嬉しいポイントですよね。後ろ姿ですが、つい見とれてしまうくらい美しいデザインで、特にこの角度で見るシューティングブレークは本当にかっこいいと思います。トランクはスマートキーを持っている状態であれば、エンブレムを押すか、もしくは足をかざすとトランクを開けることができて、スマートキーを使っても同様にトランクの開け閉めができます。トランクがとにかく広くって、C クラスセダンより荷物を乗せられますし、このように様々なシートアレンジもご利用いただけます。
ちなみにトランクは好みの高さに調整することもできるので、天井の低い駐車場でもぶつかってしまうことはなくなるかと思います。詳しい設定方法はこちらの動画で紹介していますので、気になる方はチェックしてみてください。では続いてインテリアになります。 AMG ラインのオプションでは車内が通常モデルよりもスポーティーなデザインにアップグレードされているので、シートとステアリングが AMG 仕様に変更されていたり、ステンレスペダルや様々な箇所におしゃれな赤いステッチも与えられるようになっています。この車両には本革のオプションが装備されていないので、シートの素材はレザーファブリックになっているけど、個人的には座り心地が良くって背中にもフィットするように感じます。ただ人によっては好みが分かれてしまいますので、ご購入する前に一度試してみることをお勧めします。 AMG ラインの魅力はまだまだあって、夜に楽しめるアンビエントライトも装備されるようになります。夜間の車内をラグジュアリーな空間に変えてくれるので、ドライブデートしたら絶対に女性は喜ぶと思います。アンビエントライトはお手軽に最高な配色を楽しめる10種類のマルチカラーと、お好みに合わせて64色ものカラーを切り替えられます。では64色すべてのカラーを切り替えていきますので、見てみてください。メルセデスのアンビエントライトは本当に美しいですよね。特にこのタービンをモチーフにしているエアコンの吹き出し口が大好きで、ずっと眺めていても飽きないくらいかっこいいと思います。もちろんオフに設定することもできるので、好みに合わせて明るさの調整ができます。あとカタログには記載されていなくって、あまり知られていないと思いますが、実はさらに AMG レザーエクスクルーシブパッケージを選択すると、このようにドアの内側にアンビエントライトが装備されるようになります。知らないで購入すると後で後悔する可能性もありますので、ご購入する際は担当営業に確認してみてください。ナビとメーター類ですが、ツインディスプレイに変更されてからレスポンスも早く、様々な設定項目はこのようにアニメーションが表示されるので、初めてご利用される方でも簡単に操作できるようになりました。ナビはタッチパネルになっているので、地図の回転、拡大、縮小、さらに音声認証で車を操作できるようになっています。はい、メルセデス、どうぞお話しください。雨降るかどうか教えて。今日の港区は雨の可能性がある見込みです。気温は23度と30度の間の予想。風の予想は西欧な南風です。イメージとしては iPhone の Hey Siri みたいな感覚で使えるようになっています。メーターパネルはタッチ操作はできないけど、様々な情報を確認することができて、気分に合わせてこのように表示スタイルを変更することもできちゃいます。あと乗車するとこんな感じにかっこいいオープニングが流れるのもかなりテンションが上がりました。詳しい機能に関してはまた別の動画で説明しようと思います。ここを開くと中にはスマホを充電できるワイヤレスチャージャーがあって、 USB Type-C とシガーソケットも備わっています。先代モデルは縦並びで、ホルダーのサイズは少し小さかったけど、新型は大きめなボトルも入るようになりました。小物入れは決して広くはないけど、ちょっとしたものを収納できるスペースになっていて、中にはタイプ C が2ポート備わっています。この3つのポートを使えば、車内で音楽と動画を楽しめるようになって、さらに MBUX では幅広いビデオフォーマットにも対応していますので、動画をよく見る方にはたまらない機能だと思います。今では A クラスを含めて様々なモデルに MBUX が搭載されているので、どのモデルをご購入しても未来を感じられるように仕上がっています。
では最後に CLA の後部席になります。後席はすごくシンプルな空間になっていますが、想像以上に広くって、調べてみると実は先代の C クラスセダンよりも 1.5 センチほど高くなっていました。なので身長180センチの男性でも問題なくご利用できるサイズ感になっています。シートの真ん中に他のクラスと同じ仕様のアームレストがあって、ここはドリンクホルダーになっています。夜はアンビエントライトによる演出もあるので、ご家族全員で夜のドライブをしてもすごく楽しいと思います。 CLA シューティングブレイクいかがでしたか？上位モデルと同じスライディングルーフも装備できるので、個人的にはかなりおすすめな1台となっています。何よりデザインがかっこいいので、所有する満足感もすごく高いと思います。私が愛用する世田谷南店では、 CLA シューティングブレイクをはじめ様々なモデルをご試乗いただけます。一般道はもちろん、さらに高速道路でのご試乗もできますので、メルセデスをご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度遊びに行ってみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。